SSS なななななんとテンションやげこれちゃんほのぼのでイエ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 イということでほのぼのさん今日すっぴんですよね。明日学校なんでメイクしないとこうと思って、そんなメイクしないとこうと思っている時のほのぼのさんのメイク動画でございます。本日ですね、やっぱほのぼののメイク動画すごい好評なので何を使っているのか、そして今日はどんなメイクをするのか、毎日メイク違うんでね、教えていただきたいと思います。私今日ほのぼの番組でメイク動画を上げたんですけど、はい、皆さんに見てほしくって、あ、今日のメイクっていうのを上げたんですけど、うん、来週もメイク動画上がるので、てか私水曜日と土曜日に上げれたらいいなと思ってて、基本的に土曜日だけなんだけど、ただ口だけはやめてください、実行してから。マジ今週水曜日と土曜日あげたから、今週はそれは冬休みだったからでしょ。まあはい、それではやっていきたいと思います。はい、私今日は肌を休めたいということで、じゃあ肌休める日の、メイクにしようかな。あまりガタガタさせないでもらってよろしいでしょうか、やめていただきたい。めっちゃ綺麗になったよね。また見て大丈夫？全然見て大丈夫。ということで、まず下地は塗らないで、はい、あ、じゃあ今日メイクのコンセプト一番最初に、薄くておしゃれ、薄くておしゃれおしゃれじゃない、薄くて皮 B 皮 B、 あ、でもそんな薄くないかもしれない、ちょっとでもラメ入れたらラメ取るのめんどくさいからラメ入れたくないんだけど、でもラメも入れちゃうんだよねどっちで、ですね、私今日肌を休めるためにこれ2時間に1回くらいこれを塗ってまして、うん、そう、私顔結構乾燥する日と乾燥しない日があるんだけど、うん、暖房つけるとめっちゃ乾燥するの、わかる、でうち今日1日全然つけてなくって、うん、でそのままだったんだけど、やっぱねこれつけるとねより肌がなんか綺麗に見えて、うんうん、だから1回なんかコーティングされてる気分になるのこれ、あ、そうそう、見せてあげて、こうやって塗るじゃん、こうやってたらほら分かる、このツヤとコーティングの差分かる、この絵肌いいよね、こんな感じよ、分かる、もうなんかでも分かる、ツルツルなってる、本当にほら綺麗、分かる、うんうん、こっちの方が多分こっちの綺麗に見える、うんうんうん、で私も今日綺麗だなと思って、ちょっとこれ綺麗だなと思って、だから今日はこの上からテカリを抑えるためにこのイニスフリーのパウダーを使います。すごい、ありがとうしないけど大丈夫、鏡とかは大丈夫、鏡そこにあるけど、あ、いらないかな、鏡なしで本日やられるみたいですね。おでこが私本当に嫌で、大丈夫、今ね遠いからね全然何も見えてない、おでこほんであんま遠くに行かないでやめてやめて、次二重顎の方が目立っていくよ、本当嬉しい私が今日使うのはこの中のコスメから使います、はい、で私いつもメイクするときは誰かのを参考にするんですよ。へ、最近はこのまたねうちリップスを入れ始めたり、あとは あの TikTok でメイク紹介してる女の子いるんじゃん、その子でめっちゃ可愛いメイク、そのメイクしたいっていう子がいたから今日はそのメイクをしようかな、じゃあ、はい、じゃあ誰かのメイクをここで紹介する系女子もしかして、そう、 でもまあそれがこのうちのでどうなるかっていうのはまだわからないから、うん、まず私は何をしてたっけ、目は念入りにします。で本当はいつもだったらアイシャドウベースを使ってるんですけど、このねキャンメイクのアイシャドウメイクめっちゃいいの、アイシャドウベース、うんうんうん、めっちゃいいのねこれ、うん、何がいいってなんかのんちゃんとかって綺麗な二重なんですよ、この方うざいほど綺麗な二重なんですもうなんか目起きたらみたいな、で言ったらちょっと今日目の幅良くないわとか言ってんのに二重なの本当にね闇ですかみたいな、でもそう、これそういう人におすすめで、うん、この二重やったところの間にアイシャドウが溜まる人とか、うん、いつもアイシャドウ溜まってるとこの人目つぶったら黒いみたいな、でも今日溜まってないね、そんな溜まってないわ今日、あ、ムカつくな本当に、でそういう方におすすめなんですけど、あとは涙袋にラメ入れてる人とか、うん、あとはまあはい、そんな感じなんですけど、これより発色を良くしてくれるプラス、うん、やっぱ月がいいからさ、うん、ブラシとかについてるの全部つけてくれるわけ、なんかブラシで私の感想なんだけど、うん、私だけなんですけどブラシでやるとやっぱブラシに残っちゃってる、でほんの半分ぐらいしか乗ってないかなみたいな、でその分めっちゃ濃くやるからめっちゃ濃くなっちゃうんだけど、これのことによってもう一回やっただけでもうボンって発色できるんですよ、全部ブラシの粉が全部ついてくれるってことね、そう手でもつくんですよ、でそれプラスその落ちないからアイシャドウめっちゃいい、でまずはで本日今日つかないですか、つかないです、あ、つかないです、早く落としたい、こんだけ紹介しといて、あ、皆さんにおすすめですよって、これはでも TikTok でまた見た、うん、私今ちょっと探してたんだけどなかったんで、じゃあ今日オリジナルでお願いします、はい、オリジナルでいきたいと思います、まずこちらオリジナルだそう、
マックのこの薄い方をね。ちなみにさ、それ何番かさ言ってもらっていい？何番か書いてない、ね、あ、むしむし。あ、ティントとおースモールアイシャドウ OS とテイトアティント、こちらのスモールアイシャドウテイトアティント M でございます。はい、あ、これ気になってた感じ、で、これをやっぱさ、これやっぱ発色めっちゃいいよね。そう、マックはマジで発色いい。私今日一重なんだよね。じゃあ一重じゃない、奥二重な、あなたも言っとけ。奥二重なんだけど、この私二重をしすぎて、このまぶたがさ、あ、重くなってるぐらいにしたね。ね、どういう見せ方、ね、そのせいで、まぶたがこう来ちゃうわけよ。困ってます。私は薄いのか最近はいいなって、なんか周りにめっちゃ濃い言われるので、薄めにしてますよ。どっちなんか使おうかな。私最近この 3C のさやつ使い始めたんだけど、うん、セザンヌの03番もいいなと思って、うんうん、今日はセザンヌ使います。はい、セザンヌ使います。ここに目の端っこ、下の端っこついてる、それついてる、やっぱそうでしょ。あと、え、すごー、このなんか怖い、怖いベースを使うと皆さん見てほしい、怖い怖い、まず何もつけてないバージョン、こんな感じ、うん、アイシャドウベースを塗りますと、そういうゴリ押しすんならつけるやっていう話なんだよね。もうやっぱ今日は明日がここがあるんで。え、どんな感じ、出したの見せて。あ、白いんだ。こう塗ってあげると、塗ります。はい、発色いい、これわかる、もう全然違う、お、下の方が全然発色いいっていう感じなんですよ。へえ、はい、おすすめです。でもブラシ使うだけでも結構変わるけどね。へー、手だからっていうのがある。ああ、綺麗に塗ってる、ほんとだ。何しようか。それで完成なんです。あ、来ました。涙袋。涙袋イジイジタイム。あ、でも、いつもより、なんか気がついてるよ。気がついてる。ここからですね、私が眉毛を描きます。ユアグラムです。眉毛は適当です。上なぞるだけって。はい。はい、もう終わりです。まず、もう終わり？涙袋ですね、描いていきます。あ、眉毛で、ね。ブローで描くんだ。はい、あのですね、私のチャンネルでも言ったんですけど、はい、やっぱ、ブローで描くことによって、ぼかしやすくなるんですよ。アイシャドウって結構ぼかしやすいじゃん。あ、こう、で一度描いてぼかしたらなんかそれ以降後残っちゃうみたいな、うんうん、でもアイシャドウの場合はもう手で拭いたら取れるじゃないですか、うんうん、見てください、こうやってやってこうやってやるじゃないですか、ここに今あるんですよ、うん、これをね強くすると消えるじゃないですか、うんうん、ってことはやっぱ濃すぎても、濃すぎくんになっても大丈夫、濃すぎくんになっても大丈夫。濃すぎくんって何か知ってる、あんたちびまる子ちゃんの、うん、大きい濃すぎくんなんていたっけ、あれ濃すぎじゃなかったっけ、濃すぎじゃないあれ。かすぎて、ほらこれだよ、え、ブー太郎だよ、これだよ、え、ブー太郎、あ、違うわ、私違った、小杉さんだそれ、初めてブー太郎だと思った。本当はいつもだったら丁寧にするんですけど、私思ったの、こう涙袋をこう上に描いちゃうと目がこうなってるように見えるわけ。それが嫌だなと思って最近ね、まっすぐにしてたんだけど、なんか今日いいじゃん。いや本当にさ、うち思うんだよね、こういう日に限ってさ良くなるのやめてくれないかな、本当になんかさ、大事な撮影とかさ、時がある時にさ、綺麗にしてほしいのに、そういう時だけだよ。なんか汚くさ、映んのみたいな。なんか適当にやった方がうまくいくんじゃない？こんな感じでさ。なんか薄いよね、今日。二重じゃなくてさ、まつげやればいいじゃん。あ、すごい、二重だった。二重がいいな、やっぱり。二重は、じゃあ今日テープにしてみようかな。珍しく、ほのぼのさ。テープでの挑戦を。え、多分うち二日ぐらいアイテープしてない。あ、違う、昨日やったわ。やったけど、2日ぐらいしてない日は普通にテープでもくっつくんですよ。だからダイソーのテープ使います。でもその前にまつげあげるときに取れちゃうからビューラーが欲しいんだけど、ビューラーでいいですか、めっちゃ汚い、これやばくない、すっごい汚い、ごめんなさい、汚いんですけど、もう見えないんだけど、これ資生堂か、資生堂だ、資生堂か、資生堂、私はあれ、シュウエムラで、じゃあもう、え、でもうちまつげ今日やりたくない、やらなくていいよ、だから今日のそのいいよね、家から一歩も出ない日メイクみたいな感じでいいから全然。あ、それがいいわ。え、うちさ、それがいい、さ、ケイトのさ、マスカラ、うん、をずっと探してんのに出てこないんだけど、え、うちこれか、うちジャセベのこれ使ってます、いつもラメ、これね、いいんだよ、これを目の上にのせます。え、でもラメやった後、あー、どうしよう、もういっか、これすごいラメだね、もうラメじゃん、こうやってやりまして、伸ばします、こういう感じね、私の理想、はい、一回やります、どういう顔。え、どういう顔してんの。あ、ね、取れちゃったじゃん、ほら、あんたにあげた、ちょっと、いいんじゃない、はい、できた、あ、でもなんか、あんま良くない、私、目が、やばい、鼻水でできちゃったじゃん、危ない危ない、私、前まで幅をめっちゃ取ってたから、その分、良くなかったんだけど、歯を取らないようにして、こんな感じです、ね、あとはね、本当にね、2日3日ね、アイプチしてないっていう、
たの。そうなんだ。記録してない。あ、え、昨日もしなかった？昨日もしたよ。え、違う違う、だからそういうことじゃなくて、広く、幅を取らない。で、その方がナチュラルでいいよ。いや、ちょっとナチュラルなの嫌なの。ここで、二重ライナーを描きます。寒い。寒いよー。暑いよー。私今日一日旅行の格好だから、ね、でずっと部屋でさ踊ったりさ部屋綺麗にしたりしてたの。てかうちさ今好きなコーナーがあって漫画コーナーがあるんだけど、呪術廻戦と東京マンチリベンジャーズと掛け狂いとかこんな感じですね。私もう終わってきてるんだけどどうしようかな。いい感じじゃん。何しようかな。あ、じゃあ花綺麗にしよう。この一度きりの感情に笑って大好き全然違うから。ね、フラーってさ、なんかあったじゃん、曲。ああ、そういうことだよ。だよね。なんでどうしたの？うちはさ、会長はメイド様っていうアニメを2週目、3週目ぐらいしてるんだけど、それのエンディングの曲が、めっちゃ始まりそれに出たの。途中からエンディング変わっちゃうんだけど、めっちゃ、見すぎて、あ、そら、二人の花、僕の心に。違うから、あの、ゲーミーショーウィン。さ、一つも知らないんじゃないの？ティンキン、え、うちマジ、ジャンプだったらわかる。恋はキラリミステリー、ウェッケンダー、天候に素敵な、謎を解く僕ら、恋は負けない、負けない。あの日のフラッシュバック、僕らは泣いていた。夏の星座にこぼれ落ちる流星をフィードバック、山見えてたんだ。始まりのバイス。ねえ、今のだよ。それ違う。ねえ、今のだよ。あんな恋がしたくて。ということで、本日はほのちゃんの、どこにも行かない日のアイメイクでした。アイメイクでした。はい。これからすごい隠し方するじゃん。離れていいんだよ。しかもあんた普通にさっきメイクの時にこうやって寄ってたから、もうそれで十分バッチリ撮れてるんで。よかったよかった。ということで、じゃあ、私は今からお風呂に入りたいと思います。マジで？うん。休みの日は私メイクしないよってヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のエロ番組をしましょう。キャンバイ。バイちゃん。めっちゃいい匂いするよ、これ。風は君